ハリー・グレーは、ケンタッキー州ウッドバーン出身のアメリカ合衆国の科学者である。カリフォルニア工科大学の科学の教授である。グレーは、1957年に西ケンタッキー大学で科学の学士号を得た。その後、ノースウェスタン大学のフレッド・バソロらのもとで、無機科学の研究を行い、1960年に博士号を得た。 1960年から1961年にはフェローとしてコッペンハーゲン大学で金属作体中の電子の構造の研究等を行った。フェローの期間が終わると彼はニューヨークに戻ってコロンビア大学に職を得、1961年から1963年に助手、1963年から1965年に准教授、 1965年から1966年まで教授を務めた。1966年にはカリフォルニア工科大学に移籍した。2000年王立協会外国人会員選出。グレーの研究範囲は複数領域の広い範囲にまたがり、無機化学、生化学、生物物理学、生物無機化学等に及ぶ。これらの研究テーマは、 電子移動反応によってつながっている。過去20年にわたって、グレーラは無機の酸化管現在でラベルした金属タンパク質中での長距離の電子転移反応の反応速度を測定してきた。現在はタンパク質ラジカルの中間体がどのように長距離の電子転移を加速するかの解明を目的としている。ルビジウム、オスミウム、デニウムで就職した。 非三次予還元酵素等の結晶中での電子定位速度を測定する新しい手法が開発された。この手法では構造管材を結晶に結合させ、生科学的な反応のダイナミクスを研究する新しい強力なツールとなった。2004年、グレーは生物向き科学の草分けとしての働き、タンパク質の構造とタンパク質中の長距離、 電子移動の新規な原理の解明に対する貢献に対してウルフ賞科学部門を受賞した。グレーは金属錯体の化学結合、無機反応の機構無機化合物の分光学や磁気化学等に対しても大きな貢献をした。彼の最初の三方称系プリズムの研究はそのようなものの一つである。中でも最も重要な仕事は科学と生物の学祭にある。 生物向き科学の草分けとして、彼は生態中での原子レベルの電子伝達の解明など多くの重要な貢献を行った。ありがとうございます。